キングハウスチーム、マキヒカです。チームマキヒカです。イエーイイエーイマキヒカですはい、今日は、ゲストが来ております。星稜高校のお二人です。よろしくお願いします。星稜高校の OB、 元キャプテン沖田俊也です。で、星稜高校出身の松井秀樹です。サッカーすんで今からいい松井秀樹さんサッカーするけどいい、いけるっす。本田圭佑、本田さんす、いや本田す本田す、本田圭佑さん、圭佑です。これって当時の服が何かですか。いや当時っすよ。いや当時ちゃうよ。これは僕の言葉が後ろ残ってんのよね。あ、自分の言葉のやつ自分で着てるよ。ウンパと同じタイプや。これだからこの子たちとかに通やわけやから。これ着てたよね。そうですね。俺書くメッセージ送るから、書くの、書く台に。選手権頑張れよって。ありがとうございます。はい、ということで、フリーキック対決チームマキヒカ対、元星稜のお二人の、フリーキック対決を星稜ですね。はい、したいと思っております。星稜高校出身ですもんね。川崎先生とか、河合先生とかね。あ、いますよね。います。今いる。今河合先生が。そうやね、河合先生。島に川、まあ島やったんやけど、千葉、石川県にある。あ、そう、あ、そう、なんかグランドとかがなんか野球ボールが飛んでくるとか言うだって。それはマキヒカさんのね。あ、それ俺や、それ俺や。お前さっきからレッツ5本勝負。5本勝負っていこう。ゴンギいいよ。決めて、マキヒカさんの次、マキヒカさんのドン。5本勝負でいきたいと思います。じゃあ先攻後攻のじゃんけんしてください。え、嬉しか俺そんなんな、そんなんやね。最初はグーじゃんけんを。うわー、いやそれは分からんかったな。あ、合ってる合ってる合ってる。じゃあチームマキヒカボールで。チームマキヒカさんのボールです。先攻後攻はどうします。あ、じゃあ先攻で。先攻で。じゃあ壁入るからね。壁全然当ててもらっていいから。じゃあやっていきます。ほな行きましょうか。おう、まあ、一発とりあえず見せとこ、決めとこ、決めれるやろ多分。レフリー、もう離れたら、離れたらね、壁から1メートル。壁から1メートル離れてください。ルールはそうやから。審判が笛鳴ってる、笛鳴らしてないからもう蹴っていいから。あったよね、俺昔子供たちに言ってたよね。離れて、そうやね。大丈夫ですか。味方だけされ大丈夫ですか。いいよ。いいんですか。いいよ。あとウィンプスみたいな。シンジ。これ罰ゲーム言ってなかったね。星稜一発ギャグ。星稜一発ギャグで。星稜一発ギャグで。そっちはだから誰か決めてね。ガチ情報なんですけど、星稜高校のランメニューのルートで巻っていう、そのバス停の山奥の最終地点の巻まで走るっていうのがあります。懐かしいですね。巻やってたやん、だから巻ランみたいなね。そっから巻イカさん来てるから。あれ巻イカさんって星稜の巻から来てるから。ちゃんとキーパー誰か言わなあかんから。レフリー、俺壁だ、誰がキーパー。でもあれで達也さんキーパーじゃないパターンあるから全然。ほら後ろに手組んでるやつとか、あいつ手出してくるから。もうちょっとちゃんとしようや。いや普通にマキヒカとして言いたいけど。これやで、マキヒカ。いやアンダー梅毒でしょ。だから達也さんキーパーでしょ。なんで返事ないんすか。それセコいって。だから面白くないっす。普通に勝負しましょうよ。おう、ぶち抜くしかないな。いや、決めそうって。うわ、何今のキック。え、いや、本田さん、そういう時もあるでしょ。本田さん、そういう時もあるんですよね。え、ほん、まだボッケるんですか。うん、しかないもん。オッケー。タツヤさん、トリックでタツヤさん、最後タツヤさん。トリックわーい、これおう、あ、沖旬いいっすね、その位置。初めてちゃんとやったっすね、これ。いや、左、うん、うん、上は仕方ないっす、ただ上は仕方ない、上仕方ないっす、でも合ってます。この球だったら見える。うわー、そんな思いっきり蹴らんでええやん、俺。行きます。うわ
ーもう全然あかんわ。でもなんか喋り方本田さんやったんすね。全然あかんわみたいな。本田さん自分にも3つけるんですか。決めていいですか。あ、決めてください。視聴者が全然ゴールネット揺れへんやみたいになったら困るんで。ナイス。ナイス。あ、肩外れた。あ、巻き替えた。肩外れた。やばい。痛いとこされて。大丈夫ですか？マギガさん。穴埋まって。穴埋まって肩外れて。俺そうだしてへんやろ。手で立てへんねん。怪我した時。こうやってここも怪我した時は手で立てまず顔つけてこうやって。顔でこうやって。ええわマギガあるある。マギガさん相談するっすね。そしたらね、次どうせこっから顔狙ってくるんでしょ。もうここですやん、ここ思いっきりなの分かってますからね。もう変わってたらもう炎上かフットブーツもう知らないですから。何も思いっきりない。当ててええっすよ。当てる気持ちでいかない、避けへんから。避けたとこがチャンス。炎上先生は避けます。しゃっ、あーそこや。おう、向かい点決めるんですか。確かに見たい。そのままどこ飛ぶか分かりません。ピッ、危ない危ない。おー向かい行った。5本目、え4本目。やばい、やーやー。おっしゃー、声量魂、声量魂。おさん、俺止めましたよ。ナイスキーパー。じゃあ俺決めたらいいからね。いや、壁下げさせてください。1、2、3、4、5、6。曲がっとるがな。すいません、本田さん。俺突っ込ますなって。俺芸人ちゃうから。芸人ちゃうから。俺言わすなって。1、2、3、4、5、6、7。お、刻むなって。塩コショウかって。この俺突っ込ますなって。俺芸人ちゃうから。芸人ちゃうから。本田さん、すいません。やめろよお前。ごめんなさい。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9。いや、真面目なんかいて。いや、通り過ぎるんか。いや、俺突っ込み間違えるんかいて。俺芸人ちゃうから。芸人ちゃうから。変形マジで人今前におらんと思って蹴って。オッケーオッケー。邪魔や。邪魔や。これめっちゃ蹴れる。絶対避けれるから。オッケー。こんなんやったらちょっと早めに蹴った方がいいのか。行きます。すごっ、すげえ、すげえ。向かい手に切れて終わります。声量なんで。声量いきない人おるんですか。僕のボコを切ってください。いいっすよ。でもその強いとこ入って満足じゃないね。そんなからまた強いとこ集まってくるから、そっからまたやらなあかんから。いきます。うわ、シンジ？どれ？せこいって。どれやねん、サクラン作戦やん。おう！近い近い。ピッ！下がってください。いや、お前、カニかて！突っ込ますなって俺にだから。俺、芸人ちゃうから。芸人ちゃうから。避けるよな。避けないです、普通に。こいつは絶対避ける。マキのチンチンでいいよな。チンチンの辺が多分ちょうど避ける。ほんなら、勝手に入る。見た。オキション蹴ってもらっていいですか。先輩のケツは俺が拭く。そうですね。声量があるあるやんけど、めちゃくちゃ冷たい水のことをガンツって言うから。なんでなんですか。いや、なんか冷たいから。でもなんか代々俺の前からやからな。結構昔から言われてます。だからガンツやなんて俺もよく言われましたよね。はい、何言ってんすか。僕行きます。さすが星稜。イエスイエスイエス。おう、キッカーピュー。ようやるやろこれ。
今日やるやろこれ今日やるやろこれもちょっと高なってた残ってたヘリウムが残ってた星稜チームの勝ち。ありがとうございます。ありがとうございます。冷たい水のことガンツって言います。あ、ガンツって言うんですか、ええ、なるほど、星稜高校で、本田さんを秘めずに大きい瞬間決めるというね、素晴らしいチームやから。チームでうんやりました、うん、はい、チームマギーが罰ゲームです。君もね。はい、誰がチームマギーが君もね。違うよ力入ってないように見てめっちゃ硬い。チームマギーが勝った俺そんなんやらへんから。リラックスしてるように見えてめっちゃ硬い俺そんなんやらへんから。俺そんな硬くなるとかやらへんから。僕もちゃう突っ込ますなって。てんちゃうから。 PK する。 PK PK しようか。10月17日に販売されたソニックスーパースターズが無料でプレイできる試遊体験会を全国の9都市のイオンモールで開催します。ゲームを体験していただいた方にはソニックスーパースターズのキャラのお面をプレゼント。試遊体験後にアンケートに答えていただいたお客様にはステッカーがプレゼントされるほか、任天堂スイッチ版のソニックスーパースターズをはじめとした豪華商品が当たる抽選会に参加できます。全国試遊体験会開催店舗一覧はご覧の通りです。なんと私牧鹿は11月5日の埼玉県のイオンモール川口前川店に遊びに行きます。皆さんのご来場お待ちしております。いきます。全然日差したね。よし、終わりました。よしよしよし。うまっ。よし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 。ナイスキーパー。ナイスキーパー。ナイスキーパー。おう！漁業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 せ